聞いて、ちゃんと聞きましょう。でね、そうですね。ということで、石田三成が出ました。出ましたね。2番目がなんと波乱のね、関ヶ原でね、相対しました、うんうん、小早川秀秋ということでございますけどね。そうですね。これも楽しみな発表でございますけど、じゃあご準備がよろしいようですが、こちらの方に移動していただいて、またね、この皆さん、今回の皆さん、この発表者の服装もね、見ていただいて、ほら、こんなもんどこで売ってんだって。島村とかじゃなかったら作る。なければ作れます。あの甲冑、加藤さんも甲冑作るのは分かるんですけど、歴史好きって裁縫道具うまいっすよね。そうですね。やっぱこう、マイナーな武将を押すと自分で作らないとグッズがないということにね。やっぱ日高さんもそうなんですか。そうですね、あの前はなかったです。中学生ぐらいの時はなくて、はい、大学生ぐらいになったらこうだんだん世に押し武将が浸透してきてグッズが出て、もう即買いました。はい、自分で作ったりもするんですか。やっぱあの刺繍で作ったりしてましたね。すごいな。それなんかあれなんですよ。じゃあ彼氏のためじゃなくて武将のために作る方が多いんですね。そうですね。もう彼氏 100% じゃなくて武将 100% をこうまっしぐらに押してまいりました。どこか愛がちょっと違う方に行きそうな感じがしますけど、さあご準備よろしいでしょうかね。さあ2番目、続いてのプレゼンターの紹介お願いします。はい、2番目のプレゼンターは紀伊守紀助さんで、武将は小早川秀秋です。よろしくお願いします。おなじみの武将でございます。どんなプレゼンなんでしょうか。お願いします。お師匠ということで、自分の好きな武将を語っていいとのことですが、私が好きな小早川秀秋以降、世間の評判が悪すぎます。皆様ご存知の通り、秀秋以降といえば関ヶ原の戦いで裏切ったと言われる人でございます。一般的なイメージは、マイク入ってます、優柔不断。はい、マイク入ってなくても地声でいきます。聞こえてます、聞こえてます。一般的なイメージは優柔不断、頼りないおバカ、まあひどい言われようでございまして、嫌いな歴史人物投票したら上位に食い込むこと間違いなしの有名嫌われ武将でございます。なんせ420年悪く言われてきております。この420年という長い歴史の中、多くの人に悪いイメージが刷り込まれ現代に至りまする。そんな状況の中でここでベタ吠えしましても、皆さん裏切ったくせにという気持ちがね、邪魔してきっと魅力が伝わらないと思います。ということでですね、今回、私が語るのは秀秋以降の魅力ではなく、皆様の誤解を解くためのお話、小早川秀秋は嫌いを好きではないけど嫌いでもないぐらいに変えるためのお話をしたく思います。題して、はい、こちら、思ってたのと全然違うじゃん、小早川秀秋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私、福祉語り部小早川紀伊守紀助が務めさせていただきます。本日東海地方より参りました。はい、ではまず一つ目ですね、皆様の思い浮かべる秀秋以降の姿、こちらを修正したいと思います。小早川秀秋というと、これで切り替えるのかな、はいはい、こちらの肖像画、京都の高大寺さん所蔵の肖像画が必ず出てまいりますね。関ヶ原の戦いの1600年、当時秀秋以降は18歳でございました。現代でいうと高校3年生。この肖像画を見た方は、頼りなさそう、ひ弱、優柔不断そう、よくても可愛い系と、戦国武将としての勇ましさやたくましさなど感じないと言われております。それもそのはず、この肖像が現代風に言いますと、はい、小学校入学式の写真です。歴史番組も YouTube も6、7歳の頃の写真を出してきて、18歳高校卒業式の写真ですと言ってるんですね。18歳の男の子なんて、人によっちゃもう小学校の面影なんか吹っ飛んでます。この肖像画のイメージを持って、
お話しするのがそもそも間違いでございます。秀明公を推しとしましては、なんでこの肖像画にしちゃったのかなという感想でございます。この高大寺さんの肖像画、20歳で秀明公が亡くなった後、北のおまんどころおねね様がオーダーで描かせたのですが、このオーダーがいけませんでした。おねね様、絵描きさんに、私が育てていた頃のかわいい金魚で描いてって伝えたんですね。ねね様は、自分が知ってる頃の金魚がいいって言ったんです。普通の肖像画はその人の武功や功績、勇ましさ、賢さを伝えるために描きます。たくさんの人に見ていただいたり祀ってもらうために描くので、かっこよくもったりします。本田忠勝殿、8度書き直しさせたというお話があるくらい、本人がオーダーの場合だいぶ盛られます。ですがおねね様、自分ただ一人が飛騨紀行を弔うための遺影としての絵が欲しいと願いましたので、誰かに見せるわけでもなく、勇ましさなんかいらない、自分たった一人が秀明を思うための自分の記憶に一番残っている可愛い我が子の写真が欲しいと願ったんですね。その結果、この小学校入学式の頃の姿の肖像画が完成し、現代に残ったということでございます。ちなみにこの肖像画、よいしょ、はい、先に描かれた秀吉様の肖像画を意識して描かれております。秀吉様と比べて秀明公が少し小さいの分かりますか？秀吉様との違いは、そうですね、秀明公の方が少し遠くから描いて小さく見せております。また画面全体で、秀明公の割合が秀吉様より小っちゃいんですね。敷物も秀明公の方が小さめに描いております。また秀吉様と比べると肩幅が狭い、こういった理由からですね、この肖像が幼少期の頃と言われております。いいか、はい、秀明公幼いんです。この肖像が実はですね2枚あります。実はあまり知られていないんですが、これと全くそっくりの、よく見ると細部が若干違う下書きが実は岡山県に存在しております。こちらは公開されてないので、あまり知られないんですが、ずいぶん昔に1回だけ世の中に出たことがあるそうです。はい、というちょっと爆弾発言つけときます。はい、秀明公ですね、20歳でしたから家を描こう、用意しとこうなんて思ってなかったんですね。子供もいませんでしたので、親の写真が欲しいと思う人もいませんでした。離婚したばかりでございましたので、奥さんからのオーダーもありません。秀明公バツイチです。ですのでおねね様がオーダーしたこれしかないんです。なのでどうしてもこっちが有名になってしまうんですね。一応ですね、成人の姿を模した木像が岡山の菩提寺さんにありますが、はい、こちら写真撮影禁止、持ち出し禁止などで博物館でも出てきません。世の中に広まっておりません。こちらの木像は家臣オーダーと言われております。他にですね、江戸時代に書かれた武将図鑑みたいなものに秀明公の成人姿があるのですが、はい、こちらもあんまり知られておりません。これ江戸時代に書かれたものなので想像図なのかもしれませんし、かつて存在していた肖像画の写しなのかもしれませんし、まあよく分かっておりません。よく分かってないのであんまり出てきませんが、私としてはですね、こちらの成人の肖像画か、こちらの木像の方を使っていただきたいなと思います。
はい。義之公、性格の方は趣味は釣り、擬似絵を自分で作っちゃうこだわり屋さんです。仲間たちと京都で馬を爆走させながら飲み歩いたりですとか、飲みすぎ二日酔いの状態でお手紙を出したとか、酒の話が結構ついて回ってくる方でございます。二日酔い状態でも自筆のお手紙を書くという真面目さとか、結構皆さん無視されるんですね。そこを見てほしいんですけどね。秀明公のお酒好きはそもそもがですね、全部秀吉様のせいです。よく関ヶ原の頃、裏切ってみんなに罵られて焼け酒始めたと言われているのですが、この思い込み間違っております。実は秀明公のお酒好きのきっかけは8、9歳ぐらいの頃でございます。秀明公、豊臣家を継ぐ者として小さい頃から秀吉様に育てられました。皆の期待に応えようと秀明公勉強を頑張ります。ところが秀吉様に実子が生まれますと、お前いらないぽいと捨てられるんですね。この時の秀明公はまだ小学校低学年でございます。ガラスのハートが粉々、そして焼け酒に走りました。この当時ストレス破産という方法は酒を飲むことが一番多かったんですね。今みたいに娯楽などそんなにありません。お酒を飲んでうさばらしをする、このやり方を小学校低学年の頃に覚えてしまったんです。そこから秀吉公のお酒好き始まりました。全部秀吉様が悪いです。はい、さあ、またですね、秀吉公ですね、政治の方なんかちゃんと真面目にやっておりました。小早川隆景、養父ですね、お父さん、義理のお父さんですね、引き継いだ筑前統治も頑張ってやっていたんですが、こちらは実は全部秀吉様が監視してます。一つ一つ見せて秀吉様の OK の印鑑もらってからしか世の中に出せませんでした。自分でやっていきたいのに毒親がずっと監視している、そういった状態なんですね。その中でもくじけず頑張っておりました。そういうところも褒めてほしいです。はい、こちら秀明公の愛刀、波泳ぎ金光、こちらの刀ですね、結構長さがありまして、刃の幅がとても太い刀でございます。実物見るともうさっき満々といった感じでございます。この長い刀、鞘から抜くだけでも結構大変なんですね。そんな刀がスッと抜けるぐらい秀明公、刀も上手に使える方でございました。この刀を使って朝鮮出兵時に先陣を切って突撃し、兵たちの士気を上げ13人切ったというお話もございます。はい、こちらは陣羽織、有名な違い釜の陣羽織でございますね。この違い釜の陣羽織、鮮やかな火色で戦場ではとても目立ちます。敵の標的になりやすいこの陣羽織を着て戦場に出られるくらい堂々とできる気概がありました。臆病や弱気な感じはありません。秀吉様が亡くなって秀明公、領地の経営の仕方を秀吉式から自分式に速攻で変えてます。蒲生結構強そうなんですね。また秀頼と同じ英才教育を受けており、頭も結構いいんです。公家の方から小さい頃から頭が良かったねってそういった、お手紙書かれているので、まだ現代に残っております。つまり秀明公ですね、文武両道でもちょっと我が強くて、それでいて心は繊細で、家族関係がうまくいかなかったからちょっとぐれちゃった政治家の二代目坊ちゃん、
そんな感じでございます。親が偉大ですと大変ですね。二代目の悲しいところでございます。また檜垣公、身長は180センチあったと言われております。結構体格いいんですね。皆様、これ聞いただけでもだいぶイメージが違うと思われませんでしたでしょうか。ではこの今お話しさせていただいた性格を踏まえた上で、なぜ小早川秀明は裏切り者と言われるかについてお話しさせていただきます。小早川秀明は西軍だったのに、戦の途中で東軍に鞍替えしたから裏切り者。大体皆様はそうおっしゃいます。ここでお尋ねいたしますが、西軍から東軍に鞍替えしたのは秀明公だけですか？違いますね。松尾山カルテットがおります。はい、最近松尾山カルテットって呼ぶんです。脇坂、朽木、小川、赤座、彼らも西軍から東軍に鞍替えしております。ですが秀明公以外の人たちが裏切り者と罵られたり悪く言われたりすることはあまり耳にいたしません。小早川嫌いはよく聞くと思いますが、くつき嫌いとか聞いたことありますか？あんまり言われないと思います。秀明公ただ一人だけが裏切り者として悪く言われるのです。なぜ秀明公が関ヶ原のすべての悪を背負うことになったのか。はい、これです。理由たった3つ。1、豊臣家の人間だった。2、子孫がいなかった。3、関ヶ原の2年後で死んだ。この3つだけでございます。まず1番目。秀明公は、おねね様のお兄さんの子供です。おねね様の血族ですね。そのつながりを持って秀吉様の養子となり、一時は後継者となりました。小早川家に出されたとはいえ、育ての母であるおねね様が作ってきた豊臣家を守る方へつくと皆様考えますね。豊臣家は、はい、豊臣家を守るのは西軍でございます。しかも養子先の小早川家の主森輝元殿が西軍の総大将を務めております。豊臣家の忠義恩を叫ぶ石田三成もおります。豊臣家の人間なら当然西軍につくと皆様お考えでしょう。当時の人たちもそう思いました。ですが豊臣家の人間は西軍というのがそもそも間違いでございます。おい、関ヶ原の戦い、豊臣家を守る石田三成たち西軍対徳川の天下にしたい徳川家と三成嫌いな人たちの連合軍の統合、略して豊臣対徳川と思われておりますが、この豊臣対徳川、この認識がそもそも間違ってます。実は関ヶ原の戦いは豊臣対豊臣の内輪もめの戦いです。この時はあくまでも徳川家康は豊臣家の世を守るという名目で戦ってます。お腹の中は真っ黒黒なんですけどね。もう見た目はあくまでも豊臣家を思う一人の家臣です。誰がリーダーである幼い秀頼を支えて政治を行うかというやり方の違いでの喧嘩なんです。つまり西軍東軍どちらについても豊臣家のためになるんです。その証拠に秀吉様の親戚筋にあたる福島正則、北の万所ねね様に育てられた加藤義明、黒田長政、竹中重門、浅野幸長、ごめんなさい、浅野義長、みんな東軍です。豊臣に血のつながる者、恩義のある者は西軍でなければならないのならば、この東軍に流れられている人たちも裏切り者になります。ですが誰も彼を裏切り者とは言いません。また秀明の実の兄弟、実家の兄弟ですね、上にお兄さんが4人います。
この4人のお兄さんたち、西軍についた人も東軍についた人もいろいろいます。関ヶ原の戦いは西軍東軍どちらについても豊臣家のために戦っている。豊臣家の人間だからといって絶対に西軍につかなければならないということではないのです。ではなぜ秀明公は西軍だったのに戦の途中で鞍替えしたかです。まず結論から言います。小早川秀明は最初から東軍です。ここで9月15日の関ヶ原の戦いに至るまでの流れを一度確認してみましょう。はい、1600年、1個抜けてる。6月2日に会津の上杉が謀反を企んでいるので成敗しましょうというお触れが出ます。この会津征伐は遠方の九州大名たち実は免除されてました。行かなくてもよかったんです。ですが九州大名である細川や黒田は徳川家康に近づきたい、媚びを売りたい、その理由で進んで大軍を率いて参加しているんですね。そしてこの上杉征伐軍、6月の16日に大阪城を出立します。家康率いる部隊が大阪からいなくなると7月12日大阪城にいた安国寺衛兄たちが輝元に大阪城に入ってくださいというお手紙を送ります。このお手紙を見た輝元殿、着いたその日もう早々に出発します。めっちゃやる気満々。そして7月17日石田三成たち、まあ、いわゆる西軍と呼ばれる人たちが、徳川家康はこうこうこういう理由で豊臣家に仇をなしているということで内部違いの上状を出します。このナイフの違いの上状を出したその日に輝元殿大阪城に入っております。そして、ナイフ違いの上状から徳川家康を討つということが決まり、2日後には徳川家康の家臣がこもる伏見城攻めを7月19日に開始いたします。さてこの7月17日にナイフ違いの上状が出されて徳川家康を討つ宣言がされたわけですが、2日後に徳川方の伏見城を秀明公は攻めております。広島の毛利殿がものすごい勢いで船を飛ばして大阪に着くのに2日かかってます。福岡県が領地だった秀明公が2日で兵を揃えて大阪に来れるでしょうか。無理ですね。つまりナイフ違いの上状が出された時には秀明公は兵たちと共に大阪か京都この辺にいたことになります。なぜ兵がいたのか。会津征伐に参加するためです。九州大名は会津征伐を免除されているというお話させていただきました。ですが細川と黒田がご機嫌取りに参加した。秀明公最初参加つもりなかったのですが、細川と黒田がそのような動きを していたということを知り、秀明公も上杉征伐に参加しようと準備していたんですね。そして兵を連れて京大阪の方へ登ってき、さあこれから徳川さんたちと合流しようと考えていたところでナイフの上状が出ます。はい、すいません、ナイフの違いの上状が出てしまったとき、周りはみんな西軍でございました。この周りが西軍の中、
私徳川さん打ちたくないです。東軍の方に味方しに行っていいですか。とてもそんなことはやれません。おとなしく西軍のふりをして機会を伺うことにいたしました。ここで秀明公、西軍が最初に攻撃対象とした伏見城を利用しようと考えます。ちょうど良いことに実家の一番上のお兄ちゃんが伏見城にいたんです。鳥居元忠殿と実は一緒にいたんです。兄を窓口とし伏見城の交渉をだらだらと長引かせれば徳川家康は何か手を打ってくれる、もしかしたら帰ってきてくれる、そう考えていたんですね。ところが実家のお兄ちゃん敵前逃亡します。交渉窓口がなくなります。仕方がなく伏見城にこもる鳥居元忠殿に交渉を持ちかけますが全く相手にされません。困っている間に戦は始まり、小早川軍は巻き込まれ戦いをせざるを得なくなります。よく小早川秀明は西軍だったという理由に伏見城を攻めたからというのが挙げられますが、好きで戦ったわけではございません。交渉しようと思ってたらなんかお兄ちゃんいなくなるわ、向こうが攻撃するわ、攻撃してきたらしょうがない、自分も戦うしかないよ、完全に巻き込まれだったんですね。8月1日伏見城が落城した後には徳川家康殿に使者を送って伏見攻めを誤っていたと言われております。そしてこの伏見城の攻めた後、小早川秀明公は単独行動を始めます。伊勢を目指す部隊に組み込まれますが、途中から離れて単独行動を取り、8月9月と単独で大見あたりをうろうろし、徳川家康殿に手紙を書いたり使者を送ったり、黒田の親戚の家老が黒田家を仲介して東軍とやり取りをしたり、そういったことが確認されておりますので、全然もう西軍として動いてないんです。勝手に軍を離れ指示に従わない立派な違反行為です。この動きからも8月の時点で秀明公が西軍として動く気がなかったということが示されます。またその後ですね、西軍の意思に反してですね、関ヶ原の前日には当初毛利軍を入れる予定だった松尾山に勝手に入ります。また関ヶ原合戦の当日、通説ではお昼頃まで傍観していたと言われておりますが、松尾山城の縄張れ図と現在の地形を見ますと、それも無理なことがわかります。はい、こちら関ヶ原の布陣図です。上が北で、一番北側が石田三成、下が南、一番南側に小早川の松尾山があります。この布陣図は、松尾山の小早川陣から見た視点になります。そして松尾山の縄張り図です。城好きの方多いのかしらね。はい、この縄張り図を見ていただくと、大手門、つまり正門ですね、山の南側、主戦場である関ヶ原の原っぱの方に向いていないということ分かりますでしょうか。はい、大手門は戦場と反対方向なんです。では、ちょっとこの布陣図ですね、上下逆転させまして、三成の視点で見ていただきます。はい、こちら三成の視点から見た関ヶ原の布陣図でございます。今度は下が三成で、上が小早川の方になってます。さあ、三成から見たこの布陣図、松尾山の方向をちょっと拡大します。こんな感じです。お昼頃に鉄砲で撃たれて大谷義次に攻めたと言われてますが、皆様浮かべるのはこのように雪崩のようにまっすぐ山を降りて大谷を攻撃する、小早川君が想像されると思いますが、実はこの
思い込みなんですね。はい、これまっすぐ降りてきません。先ほどの縄張り図、大手門は戦場と反対側というふうにお話しさせていただきました。これです。山を降りて関ヶ原へ向かうためには松尾山をこのように回ってこなければいけないんです。お昼に大谷を都合を攻撃した、これを行うためにはお昼よりもずっと前に山を降り始めないと間に合わないんです。つまりお昼にいきなりパンワーって降りることは不可能なんですね。そして最近研究が進んできまして、鉄砲で脅されたという話も無理なことが分かっております。テレビ局さんが一度ですね、火縄銃撃ってみて聞こえるかどうか試してみたんですが、全く聞こえませんでした。鉄砲の射程距離は50から100ですが、松尾山の高さ293、届きません。また関ヶ原の戦いは銃撃戦でもございますので、誰がどこに向けて撃ったかなど判別不可でございます。鉄砲で撃たれたというお話も調べてみると、一番最初の出典は江戸時代中期の物語でした。また関ヶ原前の吉川家のお手紙には、久保屋川が東軍なのは明白だという記述もあるんです。このように小早川秀明が関ヶ原の戦いで西軍であったということはそもそも無理があるんです。それでも小早川秀明は豊臣の西軍として位置づけられ、途中で徳川の東軍につき裏切ったと言われてきました。なぜなのか、ここに先ほど挙げさせていただいた、あーっと待ったー、これじゃないですね、こっち、はい、これが原因です。子孫がいなかった、2年で死んだ、ここが挙げられます。子孫がいなかった、2年で死んだ、これの何が問題なのか。関ヶ原が終わり江戸時代に入った後、徳川家の世ができて、江戸時代は徳川家康は神でした。徳川家を悪く言うことはできません。徳川家を持ち上げるためには家康はいかに素晴らしかったのか、逸話がいっぱい作られます。昨年の大河ドラマどうする家康で、最終回天海王将がですね、なんかもっといいエピソードはないのかって言ってた場面があると思いますが、あのように家康がいかに素晴らしかったというお話が捏造されてくるんですね。そんな徳川の世では豊臣家は悪者でございます。悪者でなければいけませんでした。豊臣の子供の小早川秀明が家康についたことで、家康が関ヶ原に勝った、秀明のおかげで勝った、それはダメなんです。家康は豊臣家の力を借りたことになってしまう、それは認めたくありません。悪者の力を借りたことになってしまいますからね。あくまでも徳川の手で平和な世が築かれたという話にしなければなりませんので、豊臣はひたすら悪く言われています。では秀明公を貶めればいいのです。都合の良いことに秀明公は関ヶ原から2年で肝硬変で死んでおります。別に呪い殺されてませんよ。あと酒で狂ってという話でもございません。ただの肝硬変です。肝硬変で死んでしまいましたので子供がいませんでした。ここで小早川家は潰れ、世の中から消えます。悪く言っても誰も異を唱えません。嘘を巻いても誰も訂正しません。ここに同じように東軍とやり取りをして、関ヶ原の前には東軍につく話が出てきた脇坂家との違いがあります。脇坂殿も秀明公も似たようなことしてるんですね。でもあんまり脇坂公って悪く言われないんです。その違いは何なのか。脇坂殿子孫がいました。
本人も関ヶ原だと26年生きてます。長く生きれば悪いことが言われても自分で訂正できます。自分の武勇を語れます。子孫がいれば子孫が語り継ぎます。ご先祖様はこんなに素晴らしかった、徳川様にどれだけ貢献したか子孫が語ってくれます。悪く言う人がいればうちはそんなんじゃない、抗議することができます。藩主のお家を堂々と悪く言う一般市民も現れません。面白おかしく話を作り世のネタにされる可能性は、子孫がいてお家が続けば可能性は低いんです。家が続けば続くほど話を少しずつ良い方に持って良い方へ持って行けます。そうやって脇坂家は少しずつ少しずつ良い方へ良い方へとお家の話を持って行きました。でも秀明公は違いました。本人2年で死んじゃう、子孫いない、お家潰れる。その結果脇坂と違い秀明公だけ悪く言われてしまったんですね。はい、お、反応したい、反応しない。よいしょ、あ、ごめんなさいね。はい、大権現徳川家様に長年付き従い徳川の天下のために命を捧げ伏見城で討ち死にした鳥居元忠殿を殺した悪いやつ、忠義の敵、徳川家で美談として語られていた鳥居殿の話で悪く語られます。豊臣家の人間なのに豊臣を捨てて徳川に着いた不忠だね、悪く言われます。武士は一つのお家に尽くすもの、脱藩なんてありえない、主を裏切ると小早川みたいにお家が潰れちゃうよ。若いのに2年で死んだ、なんかあったんじゃない、裏切ったから討ち死にした西軍の人たちに祟られたんだよ。大谷をすぐって変な病気だったよね、なんかあったんじゃないの、裏切ったから討ち死にした西軍の者たち、ごめんなさい、大谷をすぐって変な病気だったんですね。まあその話がどん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 おひれがつき、そのせいで秀明呪われたんじゃないの。捜索が始まります。あの春日の局の旦那が嫌気させて出て行ったんでしょ、きっとダメな当初だったんだよ。時が経つにつれてどんどん脚色されていきます。物語を面白くするためにどん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 話が盛られていきます。でも大丈夫、子孫はいない、お家はもうない、誰も文句言わない、どん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 面白くしていこう。こうやって秀明公の話がねじ曲げられていき420年語り継がれ、皆様がご存知の秀明公が現在生まれております。はい、ちょっと待って、もう時間がまずいですね。はい、すいません、まあ秀明公ですね、実はですね岡山城のね修復したりですとかね、浮田時代の石垣から継ぎ足しをし本丸の面積を増やして戦えるスペースを大きくしたりですとか、外堀を作って鉄砲が届かないギリギリの守りを作ったりですとかね、お金をかけず最低限の防御力ですが、はい、そんなことをしてたんですけど誰も岡山の人は覚えてませんでした。たった2年で死んじゃいましたので、岡山のために町を整備し民のために領地を開拓してもたった2年でしたので誰も覚えてませんでした。こうして秀明公は裏切り者の話、悪いお話、それだけが語り継がれてゆき、皆様に悪いイメージで見られておりまする。あ、時間が、はい、もうごめんなさい、締めくくります。一番言いたいことはですね、戦国時代ですね、一番大切なのは生きることです。一族だけじゃないです、家族家臣何千何万の命がかかっているんです。大切な人たちを守るために戦の途中で裏切る、これは
どこの戦いでもあることでございました。別にいろんな人がやってるので悪いことではございません。戦の手中で寝返るからといってね、あんまり罵しないであげてください。皆様が知ってる話、本当かどうか一度調べてみてあげてください。もしかしたら長い歴史の中でいろいろと付け足されて悪く言われてきてるかもしれません。関ヶ原町がですね、秀明公悪く言うんですよ。関ヶ原町ですね、今三成推しですごいんですね。この間三成を大河ドラマにしようという署名始まってて、なんかめちゃくちゃ集まったわーいとかってネットに上がってたんですけど、三成を主人公にして、島左近、大谷義継、この三柱が正義、この正義を引き立たせるために悪役が欲しい、あ、小早川いるじゃないか、こういう感じですね。正義のヒロ物語今作りたくてですね、街で秀明公落とし始めてるんですね。実はやめてくれって役所に一回言いに行ったんですけど、観光課の係長がね、面白いからいいじゃんって言ってね、やめてくれないんですね。このように街もそういうことしちゃったりするんですが、まあ皆様はですね、公平な目で見てあげてください。さあ最後に秀明公推しが言いたいこと、長生きしようね。長生きしたら修正できる、死んじゃったら修正できない、言われたい放題。お酒はほどほどに、長生きしてくださいませ。ということでですね、はい、以上をもちまして、思ってたのと全然違うじゃん、小早川秀明のお話でございました。すいません、長々と喋りまくりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。君の神木助さんの小早川秀明ということでございましたけど、はい、なんか上質な講釈を聞いてるかのように。そうですね、どうでした、うん、やっぱりこうイメージと違うな。そうですね、っていうところありますね。随分違いますね。まあ、木助さんこういった秀明に関する活動とかもされてるんですか、いろいろ。あ、はい、私、あ、すみません、言い忘れました、関ヶ原町で史跡ガイドしてます。あら、もうプロじゃないですか。あと小早川秀明検証会を立ち上げておりますので、秀明公興味ありましたら歓迎いたします。っていうか来てください。秀明の沼に引きずり込みますので。あそこで光秀が三成がずっと見てるんですよ。ちょっとあそこ笹尾山です。大丈夫ですよ。一応ですね、私三成検定の五大楼の資格持ってますんで、三成の知識もあります。チバチや。でも随分やっぱ、ね、聞いた感じ、僕らってなんかや先入観はやっぱあったんですね、小早川秀明に対して、うん、言われたら、うん、あ、そうなんだっていうところあったんで、非常に勉強になりました、ね。興味持ちましたら関ヶ原でご案内させていただきますので、遊びに来てくださいませ。やっぱり関ヶ原に来る人はどうなんですか、秀明って言ったら秀明なのみたいな感じになっちゃう。だいたいですね、秀明号が好きって言いますと皆さん眉がキュンっております。だいぶね、そのイメージが今回全然変わりましたね。そうですね、やっぱイラストの力ってすごいですね。あと喋りね。そうですね。お上手ですわ。イラストの力ね、肖像画がいかんよね。あれは小学校入学式の写真。肖像画が2枚あるって言った瞬間にこっからマスターがえって言ってもう華麗な反応かと思って、さすがだなと思いましたけどね。今日はでも愛知から来られたんですよね。お疲れ様でございます。というところから来られました。ありがとうございました。いやー、もう2人プレゼン終わりました。はい、1時間10分。だいぶ長陣でございますね。休憩しましょうかね、ここでね。そうですね、休憩いたしましょう。2時ぐらいまで休憩といたします。はい、かなり愛が詰まって、すごくしましたよね。じゃあ2時間、また次のプレゼント、はい、じゃあ休憩いたします。はい、ご観覧くださいませ。